テがお送りするチキッコヘッドライン。まずはスクープです。衝撃のニュースが飛び込んできました。若者に人気の超夕方バラエティ大抜擢が3月31日をもって終了することになりました。まさに寝耳に耳図です。卒業は新しい始まりでもあります。チキッコにも新展開が待ち受けているようです。4月からチキッコの新番組が続々と登場する模様です。まずは4月1日夕方4時25分からチキッコの新番組がスタートします。チキッコが外へ出て大活躍する番組で、月曜から木曜の放送となるようです。どんな番組なんでしょうね。月曜日は一番出かけ、チキッコの新大会まだあるようです。さらに4月2日金曜夕方4時25分からはチキッコが登場する30分の生放送番組がスタートします。そして4月3日土曜昼1時からなんと1時間の豪華スペシャルがスタートします。ということは月曜から土曜までチキッコがファンの皆さんの心の支えになるわけですね。日曜日はサザエさんがありますからね。あの番組は私にとっても心のサザエです。続いては衝撃のニュースです。人気アイドルグループチェキッコ ID002 の下川みくにさんが3月いっぱいでチェキッコを卒業することになりました。卒業までのシュートを始めました。ご覧ください。1998年9月26日チェキッコ第1回目のオーディション、そこにはちょっぴり緊張した彼女の姿があった。下川みくに大抜擢の番組内で行われたチェキッコ最終オーディションでは、持ち前の負けん気と根性をフルに発揮して挑んだ。下川みくにちゃん、そして見事チェキッコに合格。小さな頃から憧れていた芸能界、彼女は夢の扉を開いた。チェキッコになった下川みくには独特のキャラクターで大活躍。昨年12月にはチェキッコとして念願の CD デビュー。ほんの数ヶ月前まで緊張していた女の子は、弾けるような笑顔の持ち主となって多くのファンを魅了していった。そして1999年3月31日たくさんの思い出と弾けるような笑顔を残して下川みくにはチェキッコを卒業する。負けん気が強くて頑張り屋、いたずらっぽくてちょっぴり泣き虫な女の子下川みくに。卒業は新しい夢の始まり。彼女は今大きな夢へ向かって羽ばたこうとしている。チェキッコとして活躍したこの半年、君が残していった笑顔を僕たちはずっといつまでも忘れない。卒業することになりましたけど、これからもチェキッコ皆さんのことを応援してください。お願いします。今日まで迷い慣れた道、僕らの気持ち、どうして
抜擢はドリームキャストの提供でお送りします。歌手が泣いてどうする、バカ泣いて歌えないぐらいなら歌手なんかなんな、ちゃんと歌え、お前らがちゃんと歌えどうする、歌手だろお前ら、歌うことが一番だろ、それが一番相手の卒業のためにいいじゃないかな。拍手。CM の後も、はいはいはい、関子ヘッドラインを延長してお届けします。はい。